Hello， 大家好，我是陆江。大家还记得之前有两支影片，是我请文当去超市帮我买食材，但是我是拿中文给他看，他可以知道多少。那从前面两支影片呢，大家可以看到文当他其实已经知道蛮多的中文，所以我就想说，是不是可以该给他来一个除了食材以外的买东西任务呢？那我们文当可以正式从食材毕业变成可以买到其他小东西。那我们文当现在不在，我想说等他回来的时候呢，叫他顺便帮我买一下东西。我这里整理了三家店，想要叫他帮忙买东西。第一家是 7-11， 第二家是药妆店，第三家是大创，都各有我想要还有我们家需要的东西。不知道我们文当这次有买成功，我是觉得应该可以吧，因为他感觉进步了这么多。文当加油哦，我相信你。急遽ね動画回してるんですけど、ルーちゃんからねミッションが来たんですよ。しかも前の中国語食材みたいなやつじゃなくて、日用品とかコンビニとかで買えるようなものを指示来ました。ちょっと見たんですけど、いやよくわかんないもんばかりでしたね今回かなり自信がないので、まあ一応頑張っていきたいと思います。久々だねこういうのは。緊張するな。大丈夫かな。第1個から攻めていきたいと思います。大体ね予想はついてるんで、一番最後のやつがほうきっぽいんで、ほうきでかいじゃないですか。あの大きいほうきを持ちながら歩きたくないんで、ダイソーは最後にしたいと思います。最初の衛生面なんだ。まあいや、ちょっと綿棒買います。あ、かわいい。トイレに合いそうだな。これも買ってあげよう。いやー結構難しかったな。結構45分ぐらいね買い物してたんですけど、半分以上はね合ってるんじゃないかなと思います。心配ですけど、家帰って答え合わせルーちゃんとしていきたいと思います。ちょっとね楽しみですけど心配でもありますじゃあ今から帰ります。じゃあ帰りました。帰りました。難しすぎて45分ぐらいずっとさまよってたよ食材の方が簡単だった。食材の方がねイメージがつきやすかった。やばいね、ふーちゃんはねまだ中国語そんな私が思うようにレベル高くないかも。いやいやいや、多分ね今回難しかったですよ、本当に。選択肢が多すぎてなんかあの食材だけだったら食材のどっかから選べばいいんだけど、セブンとかだったら食材もあり日用品もありいろんな種類があるから絞りきれなくて。セブンイレブンの第一個是ダダン、这个是什么。めちゃめちゃ悩んで読み方を考えたので、最初がなんか啓蒙とかのモーじゃん、ブーモーブーできたの。できたらルーちゃん最近ハマってるものはモンブランなんですよ。いや、なのでね、モンブランじゃないかと思ってモンブランを買ってきました。当てます。おお、すごい。え、すごい。これ絶対無理と思った。いや、なんかね最後のね文字が分かんなかったの俺は、読み方が。ロモンブロン。モンブランの中国語の名前はモンブランですよ。モンブラン、多分もともと外国語からなんかこう発音が似てるような中国語の漢字をつけて。あ、そういうことか。あ、当たってました。我有一个坚持，就是这种甜点，我一定要这样正正方方的拿着。如果有一点斜掉的话，我就开始非常的焦虑。めちゃめちゃ切れるんですよ。例えばあの袋の中に入れるじゃないですか。人に入れちゃうとめちゃめちゃ自分で後から直してめちゃめちゃ切れながら買えますよ。そしてふーちゃん、私にはまたもう一つのこだわりがあって、すぐ冷蔵庫に入れないと。ああ、そうそうそう。あ、もう今すぐ行きました。セブンの第二個。マジで最初分かんなかったんだけど。あのモンブランを分かった時に同じ文字が2文字入ってるんですよ。その時にモンブランブランで最後ニーとも読めるじゃないですか。うんうん、だからブラウニーじゃないかなと思って、ルーちゃんの好きなブラウニーを買ってきました。合ってます。おー、すごいすごい。いや、この2つ絶対ふーちゃん間違えると思った。いや、俺もこれはねやばいなと思った。合ってますよ。合ってんだ。そう、これねめちゃくちゃ美味しいです。是我在北海道大学交换的时候就非常爱吃的一个布朗尼甜点，而且我跟文章还远距离的时候，文章好像还一次买了5条还10条寄到台湾给我。本当ね、ルーちゃんって昔から大好きなんですよブラウニー。いやー、よかった。いや、本当すごい。私ちょっとびっくりした。モンブランがきっかけになったんですよ本当に。那接下来是 7-11 最后一个，これは何でしょう？これがね、俺一番自信なくて、アポロのチョコレート。最初の子熊餅乾きは分かんなかったんですよ。熊が入ってる商品を探したんですけど、そういうのもなかったんで、デアとか。あと餅？餅っぽくて乾いてるもの。餅が乾いたらパリパリになっちゃうし、なんだろうなって思ったんですよ。カッコ書きのいちご味の餅っぽいのなかったんで、これはもうね、当てずっぽというか、適当に選んでアポロを選びました。間違ってます。まあまあそうでしょうねGoogle で写真調べてみて、ふーちゃん。あー、子熊は
コアラ。そう。ああそうか。なんか相性みたいな小熊饼干。そうか。あ、モチカーキは何なんだろう。この二文字はクッキーの意味なの。饼干，在日文里面，饼的话呢，就是麻薯的意思。所以文章推荐为是干掉的麻吉。コフマクッキーで言うのこれは。コアラのクッキーだ。そして過去は書いてるのがいちご味はいいんですけど。なかったらチョコレートでもオッケーだ。そう、私いちご味が好きなので。いやそう、そこ引っかかったんですよ。いちご味がベースにあって。でまあチョコレート味も OK っていうことはどっちも種類があるっていうこと、どっちもあるアポロを選んだんですね。私アポロ大好きなんでいいかなと思います。私も大好きだよ。結果 OK です。ありがとうございます。那接下来是药妆店的第一个これ。あそう、1個目は俺ドラッグストアの中で一番自信ない綿棒。衛生面、化粧水をひたひたにしてなんかペタッとするやつあるじゃん、あれなのかなと思ったんだけど、あれ中国語は化粧面でいう。ああ、じゃあそれじゃないんだ、よかったよかった。何かがある、これはよく分かんなくて綿棒しか思い浮かばなかった。なぜか間違ってます。これ3つの文字を中国語で調べてみ。綿棒うちにあるなと思ったの。对，我都叫文章真的要买我们家需要的东西。ナプキン、ちょっと待って、私にナプキンを買わせるつもりだったの。音でしょ。いや、分かるけどナプキンっていう発想がそもそも俺なかったわ。格好書きは何。格好書き、羽根付き。分かんねえ。でも羽根付きっぽくない、この感じ。言われてみればそうだけど、いや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 、あーむず。そもそもナプキンっていう発想がなくて。接下来是第二个牙刷。歯間ブラシ、牙があって、まあ、印刷の札みたいな、まあ、剃る歯ブラシなのかなと思ったんですけど、うち普通に歯ブラシもあるし、歯ブラシを今更買うと思って歯間ブラシなのかなと思って歯間ブラシを買いました。まあ半分半分、答えは歯ブラシ。あ、歯ブラシなの。そういる。いらなくね。昨日の夜歯磨こうとしたらちょっと間違えてふーちゃんの歯ブラシ取ったんですよ。でそれで見たら毛の部分は結構こうなってるから。ああ、開いてた。そうなので、ふーちゃんの歯が心配で新しい歯ブラシ今日買おうかなと思ってた。なのでそれが妻の私からの愛なんだよ。あ、そうだったんだ。最初はふーちゃんは自分の直感を信じた方がいい。いやね、そうか。じゃあ次いきます。药妆店的漱口水。これリステリン、まあ、あの口をゆすぐやつ、個人的にも欲しかったんでノンアルコールの低刺激のやつ買いました。最初はよく分かんなかったので、口の水、普通に想像したら飲み物か洗うものかなので、ドラッグストアでわざわざ飲み物買わせるかっていうことですよ。薬用のね、口をゆすぐものが正解なのかなと思ってリステリンを買いました。合ってます。漱口水、一瞬だけコンタクトレンズの液なのかなと思ったの。でも口でしょ。そうだから、口だから、あ、違うなと思って外したの。下一個是ダイソー的毛巾。毛巾はね、カッコ書きの方で、まあ、洗面所の手を洗うやつがないのかなと思ってこれにしました。合ってます。この毛巾はタオルっていう意味なの。まあそれはね、結構ね予想ついた。正直最初は毛布かなと思ったんだけど、まあ、ダイソーで毛布買うこともないだろうし、次の加工脇に洗面所ってわざわざ書いてあるんで、まあ、洗面所で使う、まあ、毛のついた布だったら、まあ、タオルしかないなと思って。じゃあ次いきます。はい、接下来是读书用的标签贴纸。ドドン、付箋です。合ってます。しかもめちゃ綺麗なやつね。いつもね、会社とか小学校とかでね使う付箋ってなんかすごい蛍光色の色なんですよね。だから蛍光色の色だと結構ダサいじゃないですか。でなんかルーちゃんの文章に読書って書いてあったんで、読書で使うやつなのかなと思って、こういった綺麗なねシックな色のやつを選びました。合ってます。合ってる。でも私もともとはちょっと動物の頭ついてるやつの方が良かったのかなと思って。もっとあの可愛い感じのやつね。そう、動物が大好きなので動物の頭ついたら嬉しい。最後はサオバ。これは文字見てほうきかなと思いました。合ってます。我们家的阳台呢，最近想要打扫的时候，就一直很烦恼，没有东西可以扫，所以想说买个扫把。拿起来丢。哇！哎，でもちょっとこういうちっちゃいやつでもいいんじゃないかなってちょっと思った。これも買ってきた。よかった、ありがとう。いやね、思ったんですよ。そのちっちゃいのも買おうかなと。でもちっちゃいのってしゃがんでやらなきゃいけないじゃないですか。腰に痛いんですよね。ああ。だからこういった柄の長いものだと、こうやって立ったままね、こうやって掃除ができる。でもこれもこうやらないといけない。いや、これはもうしゃがめばいいじゃん。一人でしゃがんでこうやればいい。あ、二人でやる先生でやってるの。ありがとうございます。合ってます。
九個中七？一二三四五六六個合ってます。まあまあまあいいでしょう。え、すごいね。いやすごいよ。本当に。これから食材だけじゃなくて幅が広くふーちゃんにお願いすることある。いやでもなんだよ今回は本当に。でも結果的に全部合ってるのがすごい。まあまあまあそうだね。あとね一個ダイソーで。買ってきた。何？トイレにいいかなと思って。もう可愛いんだから。ウサギのサボテンです。可愛いなと思って買いました。え、これ本当ウサギだね。そう、ウサギの形したサボテン可愛いなと思って。え、でもふーちゃんすごい尊敬する。よかった。あ、で絶対セブン全部間違えると思った。いやね、モンブランが解決の糸口でした。じゃあ次はね、もっと違うものをお願いすることができる。いいよ、ふーちゃん。你好厉害。すごい難しいもの出さないからね、私。それぐらいだったらいいかなと思います。好，那谢谢大家今天看我们这支影片，我们文章呢几乎全部都买对了，真的有出乎我的意料。那我们就下次影片再见，大家见，拜拜，拜拜， See you next time， 拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。